今日も人類が再び大地で暮らせるように頑張ろう。前回は木星でイクシオンエンジンを発見したんだったな。タイクーンにイクシオンエンジンを装着すれば、私たちは太陽系から脱出できるよ。だが私たちはまだ太陽系を根こそぎ調べたわけじゃない。土星一つにしたって謎が深まるような出来事があったよ。前回、武装したブラックマーケットの施設を調べるようにカリプソに命令を下したが、九段の施設はほとんど弾薬が残っていなかったようで、カリプソはほぼ損害を出さずに施設に侵入できたようだ。そして施設の内部は、未知の猿型の生物が闊歩していたり、巨大な菌類が大気中に胞子を撒き散らしていたりと、かなりカオスな空間になっていたよ。だがこの施設を調査している探索班は、妙なものを発見したぜ。マルブック評議会員の序盤にバティスタの銅像だよ。一体なぜ彼の銅像がこんなところにあるのか。しかしどういうわけか、彼の銅像なんてなかったという探索メンバーもいるみたいだよ。どっちなんだよ。とにかくこの施設はおかしい。引き続き調査を続行するけど慎重に行こう。それじゃあ探索班が深部に向かう間、私たちはタイクーンの整備をしていこう。タイクーンの整備だけど、クルーたちを蝕む地球病に対抗するために、精神分析施設を建設するよ。クルーたちのカウンセリングを行い、不安を和らげてあげるぜ。それじゃあセクター1のこの場所に建設指示を出すよ。早くクルーたちの不安を取り除いてやりたいな。精神分析施設が完成したよ。これで地球病の症状が緩和するはずだぜ。そしてこの文豪霊夢をビッグマザーとして崇めるように教育を施すのだ。そういう施設じゃねえから。霊夢、木星のハイデンベルクから連絡だ。ヘパイストスからイクシオンエンジンのサルベージに成功したようだぞ。おいおい、こんな巨大なエンジンを単独で引き上げるなんてスーパーマンか。木星にはほとんど重力がないのかな。まあいいや。とにかくあとはタイクーンにイクシオンを装着すればまたジャンプができるようになるね。イクシオンを取り付けるためには、タイクーンを木星に移動させる必要があるぜ。だが断る。何？イクシオンとタイクーンをつなげればボーレジャンプが復活するけど、それは太陽系からの離境を意味する。そうなるとこの太陽系に眠る資源や、まだ見ぬ惑星の調査ができなくなっちゃうよ。ここは腰を据えて、残りの資源でタイクーンを開発しつつ、未調査の星を発見して知識を集めていこう。確かに、ここから先は未知の宇宙に飛び立つわけだからな。どんな脅威と遭遇しても対処できるように、可能な限り準備しておくというわけだな。そういうことさ。おっと、ブラックマーケットを調べていたカリプソから連絡が来たね。氷に覆われた廃建設現場を見つけたようだ。調査を続行するためには氷をどうにかしないといけないと言っているぜ。氷をどかすための選択肢は2つ、暖気システムを再稼働する方法と氷を破壊する方法があるね。どちらか一方を選ぶことで調査は進むらしいがどうする？ここは氷を破壊する方法を取ろう。ほう、その理由は？氷を破壊する方が時間がかかるけど、その分効果があるんじゃないかなって思ってね。まあ確かにそう考えるのはわからなくもないな。次は資源集めのためにたくさん貯蔵庫を作っておこう。特に鉄は絶対に必要な資源だから、備蓄量を増やして常に余裕がある状態にしておきたいな。研究もどんどん進めていくよ。探索で得られた知識を使って、どんどん新しい施設を作れるようにしていくぜ。今回はセクターの安定性を高める記念碑の研究をするよ。記念碑は精神分析施設と違って、従業員がいなくても効果があるのが嬉しいぜ。カリプソからブラックマーケットの探索を終えたとの報告があったよ。得られた資源は電子装置2つだけだけど、貯蔵庫の中に海王星の宇宙ステーションピアキの管理者の遺体が見つかったみたい。海王星にも施設があるんだな。探索班は役に立つかもしれないと言って、管理人の生態情報を回収してくれたよ。それじゃ次の目的地は海王星かな。でも海王星の場所がまだ判明していないから、発見済みの火星と水星の探索に向かってもらうことにしよう。その後火星に赴いたカリプソは、クアト施設という廃墟を見つけたぜ。クアト基地の周りには戦闘の痕跡があって、調査の結果 BMS と書かれた兵器が見つかったよ。BMS はアウターホープの周りにも漂っていたな。やはりこれはドロスカ国連の新兵器みたいだね。私たちがいない間に、一体どれほどの規模の戦いが起こったというのだ。調査班が電子部品を見つけてくれたから、セクター2に記念碑を建てよう。記念碑は3種類あるぜ。それぞれの記念碑には隠された効果があるけど、まあ今は関係ないから見た目で選ぶとしよう。初めての記念碑はルナクラムス記念碑にするぜ。それじゃ建設に入ってもらおうか。匠の手によってルナクラムスの記念碑が完成したぜ。我らが故郷、地球のモニュメントが鎮座する広場だな。ちなみに壊れた月のモニュメントにするとルナクライシスの記念碑になるよ。んな記念碑ねえよ。さて、ところで資源集めは順調かな？ああ、採掘船と貨物船がフル活動して鉄や炭素を回収しているぜ。これからどんどん探査機を飛ばして資源を特定していくから、追加戦力を投入しようか。セクター2のドッキングベイが1つ空いているから、ここに採掘船を1つ建造するよ。これで全ての船舶が2種類ずつになったな。採掘船2番艦装、これにて竣工だよ。船に竣工なんて言葉使うのが正しいかは知らんが、とにかく完成したぜ。グアノを取り尽くしたナウル共和国のようにこの成形にある資源を根こそぎゲットしよう。いやさすがに全部は厳しいだろ。置き場も用意しないとダメだし。貯蔵庫の研究を進めれば収容量が増えるんだけどな。知識がないし今は研究を進められないだろ。素直に回収できるだけの資源で我慢しておけ。イクシオンを取り付けるにはタイクーンを木星に向かわせなきゃいけない。だがタイクーンは移動すると発電ができなくなってしまうのだ。そういえばそんな欠陥と言えるような仕様だったな。というわけでバッテリーを建設するよ。これで電力を貯められるようになるな。移動中はバッテリーに蓄電した電力を使って施設を動かすことができるよ。停電なんてもう怖くはないさ。バッテリーが完成したけど、なんか床下に引っ込んでるね。だがよくよく見ると、エクセリオンから発信するガンバスターのように徐々に上に上がってきているぜ。わかったぞ。バッテリーの高さが蓄電量を表しているんだよ。フル充電されたら全体が見えて、体と床下に引っ込むわけか。今は充電が進んでいるから徐々に上がっていってるんだよ。残量がすぐわかるいいデザインだな。カリプソが火星で知識を回収してくれたおかげで、電子工場の研究ができるようになったよ。電子工場はシリコンから電子装置を製造する施設だぜ。そして電子工場の研究が完了すれば、このラインの研究が全て終わったことになるよ。次のレベルの研究に進めるというわけだな。電子工場の研究が終わった後ラボを覗いてみると、さらに上位の研究が解放されていたよ。だが上位の研究とだけあって、研究に要する知識が60も必要になってるぜ。どれか一つでも研究するのさえ厳しいね。残りの太陽系の探索で60も知識を回収できるかな？大丈夫だ。探索に頼って知識を集めるフェーズは終わった。研究は施設を開放してそれで終わりじゃない。施設の中には複数のアップグレード項目が存在して、知識を使うことで施設をパワーアップさせることができるぜ。ああ、研究対象を選ぶとずらずらと項目が並んでいたけど、それってアップグレードだったんだ。で、私が注目しているのはテクノロジーラボのアップグレードだ。このアシスタントの力というアップグレードを施せば、テクノロジーラボが5歴ごとに3の知識を生み出すようになる。テクノロジーラボ自身が知識を？まあ今も30歴ごとに1の知識を生み出しているが、こんなのないも同然だ。アシスタントの力があれば、テクノロジーラボが生産する知識の量が18倍になるぜ。もう全員アシスタントにしろ。知識があれば研究が進んで設備が整い、今後の旅がうんと楽になるはずだ。テクノロジーラボのアップグレードは他の何よりも優先させるべきだ。他のアップグレードも確認しているけど、最終的には3歴ごとに5の知識を生み出すようになるのか。今はまだアシスタントの力を解放するだけの知識はないが、たまり次第すぐにアップグレードに着手しよう。テクノロジーラボが希望の光になりそうだね。惑星探索のおかげで知識が30を超えたぜ。テクノロジーラボにアシスタントの力を加えることができるね。早速アップグレードを命じよう。これで探索に依存した知識回収とはおさらばだね。これからはタイムイズの売り口、時は知識なりの精神でタイクーンの研究を進めていくぜ。お二方、カリプソから緊急連絡が届きました。重要なものでも発見したのかな？悪いニュースです。クルーの一人が、探索中の事故によって死亡しました。なに?探索班は危険な場所に赴いて調査を行っています。こうした事故はいつでも起こり得ます。もっと慎重に指示を出しておくべきだったか。外宇宙では未知の環境で調査をすることになります。探索班に命令を下す際は十分な検討をお願いします。わかったよ。科学船は5人で運用するようにプロトコルで定められています。メンバーが欠けた場合は対空に戻って補充をしてください。カリプソのクルーたちにとっては失意の期間となっちまったな。だけどこれで未探索の星は天王星だけになったね。水星は施設なんてなかったしな。ガンダムが隠されていると思ったんだけどね。ねえよ。アップグレードアシスタントの力が完了したぜ。火を手に入れた人類並みのパワーアップでしょこれ。次は知性ある何かの実験を解放して、5歴ごとに5の知識が得られるようにしよう。それは現段階じゃ無理だぜ。ほえ?なんで?技術レベルが足りてないからだぜ。じゃあ技術レベルを上げないとね。それが簡単じゃないんだよ。技術レベルは一番外枠の施設を全て研究すれば上がるんだ。つまり今はこのラインの研究だな。これ全部知識60も使う研究じゃん。だから知識の生産量をもう一段階上げるのは大変なんだぜ。太陽系にいる間にさらにテクノロジーラボを強化するのは難しそうですね。さて、裏で地道に資源集めもしているが、シリコンが取れる宙域があると判明した。シリコンを集めてシリコンガンダムを作るってわけだね。電子装置だよ。宇宙だからってガンダムネタこすりすぎだろ。まあとにかく、シリコンを集めて電子装置を生産するぜ。ソーラーパネルや高度な施設の建設には必要不可欠の素材だからね。レイム、天王星に到着したカリプソから驚くべき報告が入ったぜ。地球人の生き残りでもいたの?いや、違う。なんと天王星には、巨大な木が生えていたんだぜ。北の本社がこんなところに移転していたとは。違うだろ。樹木を調査した結果、この木はね、実が食べられる人工的な大樹と判明したぜ。さらにこの木を解体すると、根元からプレートが見つかり、この木を植えたのがアンリ・バルジャビルとラビア・ニョコンドだということが分かったぜ。あのじいさん天王星にいたのか。ドロスの実験に対する罪滅ぼしとしてこの大樹を植えたようだな。人類に対する食料源になるように植えたのか。その人類が太陽系から消えた今、この木の資源は私たちが使わせてもらおう。これで太陽系の全ての惑星を見て回ったことになるね。あとは資源の回収と対空運の開発に集中しようか。知識が60溜まったから新しい施設を研究していこう。今回研究するのはこの廃棄物処理場だぜ。これは工業施設から出るゴミを資源にリサイクルしてくれる施設だよ。生産する資源はアロイ鋼、ポリマー、電子装置と複数あり、使い勝手の良い施設だぜ。これで厄介者だった産業廃棄物が原料になるよ。産業廃棄物はいくらでも出てくるから、実質無限の資源だな。これからはどんどんゴミを出す生活にシフトしていこう。シリコンの回収も進んでいるし、次は電子工場を建設しようか。電子工場は結構大きな施設だな。でもセクター2にはまだ更地が多いから余裕で建設できるね。高分子生成所の隣に建設指示を出してあとは作業員たちに任せよう。大量のアロイ鋼が必要だから、完成までにかなりの時間を要しそうだな。なら、この時間を使って対空運を木星に進ませておこう。いよいよイクシオンエンジンが取り付けられるのか。それでは対空運、木星に向かって発進。もちろんバッテリーの方は十分持つようにしてるんだよな。もちろんさ。ちょっとレイムこれを見ろ。対空運を動かしたら船体の整合性が一気に低下を始めたぜ。どういうことだ?おそらく、移動中は船体修理がストップするんだろう。確かに、移動中に修理なんてありえないもんね。整合性が低い状態で長距離移動なんてした日には、対空運がぶっ壊れるかも。対空運を動かすなら電気だけじゃなくて船体の整合性も考慮しないといけないわけだね。バッテリーが途中でなくなることなく木星に到着したね。早速対空運とイクシオンの接続を始めるぜ。この作業には3歴の時間を要するみたいだね。素直に待つとしようぜ。その間に館内を覗いたら、電子工場が完成していたよ。電子工場は30セットのシリコンから1個の電子装置を作ってくれるぜ。アーロイ鋼とポリマーは1対1変換なのに、電子装置だけ効率悪すぎませんかね?電子装置はそれだけ貴重ってわけさ。転売してやろうか。経済圏が消し飛んだ世界で売買なんて成り立つかよ。なんだろう。マジレスするのやめてもらっていいですか。お二方、ヘパイストスの PA のオリンピアからの通信を受信しました。PA？ 私と同じように施設の管理をサポートする個人秘書です。それではおつなぎします。タイクーンの管理人、イクシオンエンジンは木星衛星軌道上に配備された。イクシオンは自動でジャンプ座標を計算する機能はない。こちらから座標を指定するか、フラクタル空間を通過したボーレサインの追跡のみ許可されている。まずはプロタゴラスが通過したボーレサインをたどるといい。プロタゴラスは太陽系外惑星レムスを目指している。そこが人類第二のふるさとになる可能性を秘めた星だ。わかったよ。ありがとなオリンピア。さて、イクシオンを守るという私の役目は終わった。イクシオンを大昔に消えたタイクーンに渡せるという奇跡を君たちに捧げて、私は眠りにつくとしよう。イクシオンをありがとう、オリンピア。イクシオンはまだタイクーンには接続されていない。外部建設からイクシオンエンジンを選んで建設を開始しよう。イクシオンエンジンの取り付けが完了したよ。これで外宇宙にジャンプができるぜ。管理人、以前入手したブラックボックスからフラクタル空間の解析ができました。このデータがあればプロタゴラスを追うことができます。よし、それじゃあプロタゴラスを追って外宇宙に。行くぞと思っていたの。ここで遺産でジャンプするようじゃプロ開拓者とは言えませんわ。この星系にはまだまだ回収してない資源がある。これを残していくともったいないお化けが出てくるよ。まだ探査機を飛ばしてない宙域も多いし、資源はまだまだ取れるぜ。この資源を使って、タイクーンをしっかりパワーアップさせて次の星系に向かおう。それじゃあ消化試合のようにのんびり資源を集めていこう。もう少し太陽系にとどまるのでしたら私の方から一つアドバイスを。何？現在250を超える冷凍ポットが積み上がっていますが、これはよろしくありません。なんでさ？多すぎる未開封の冷凍ポットは、クルーたちの士気をくじくからです。同胞が氷漬けのまま放置されているのがいたたまれないというのか？現在安定性が拮抗している状態なので、可能であれば冷凍ポットの解凍をおすすめします。でも解凍したところで家がないからな。まあこれ以上安定性を欠く要素はなさそうだから、しばらくはこのままでいこう。少しでもこの成形に長くとどまるために、廃棄物処理場を作って船体修理に使うアロイ鋼を生産しよう。暦を重ねることは無駄に見えるかもしれないが、時間経過で知識が手に入るからな。タイクーンをなるべく長く持たせて、その間にどんどん知識を生産する。そして様々な研究やアップデートを施して、より過酷な環境に耐えられる力を身につけるよ。これこそゆっくり宇宙放浪記。タイトル回収きたな。廃棄物処理場が完成したよ。あとは貯蔵庫に廃棄物を保存すれば処理場を動かせるな。と思っていたのか。何？どういうことだってん。貯蔵庫に廃棄物を保管するためには、データ聴取センターから指令を発する必要があります。そんな施設知らないのだが？はい、まだ研究してない施設ですから。廃棄物を再利用するには廃棄物処理場だけじゃダメってこと？はい。なんと手間がかかる。やれやれ、思惑が外れたな。気を取り直して次は人口問題に取り組んでいこう。居住区のアップグレードの中に最適化された居住区というものがある。このアップグレードを実行すれば、40人までの住民が暮らせる居住区が作れるようになるよ。収容力がより高い住居ができれば、冷凍ポットをどんどん解凍していってもホームレスが出てくる心配はないだろう。アップグレードが終わったから最適化された居住区を建てていくよ。サイズは 3×6 と、普通の居住区の2倍のサイズだな。でも普通の居住区を2棟建てるより、10人多くの人を住まわせることができるね。そして普通の居住区よりも幾分質がいいらしいぜ。質のいい住宅はクルーたちの士気を上げてくれる。たくさん建てることで、セクターの安定性を高めてくれるはずだぜ。建設コストもそれほど高くないし、既存の居住区は順次最適化された居住区に変えていこう。そして最適化された居住区を建て続けた結果、セクターの安定性を向上させることに成功したよ。今後は住環境が安定性を左右するかもしれないな。太陽系でゆっくりしているところで今回はここまで。次回はいよいよ外宇宙に飛び出すぜ。それでは、ご視聴ありがとうございました。グッドボタンとチャンネル登録よろしくお願いします。